はい、皆さんこんにちは、ラフィナの吹塚です、撮影にご協力いただきます。はい、じゃあお願いします。インディジャパン島崎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きという形にはなるんですけど、はいはい、これもまた一つ野望の一つだという噂を聞きましたけれども、ね、はい、ご好評いただいているミディアムの、はい、X パックカモバージョンが出来上がりました。通常でこのボストンバッグミディアムというものがすごい好評いただいておりますけど、はい、またちょっといい感じに仕上がってる感じかなと思います。まあ、パッと見見た目でまずかっこいいと思ってしまうところがあれですけども、はいはい、ちょっとまた改めましてですけども、こちらのバッグの機能性ご紹介といきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずこの生地、まあ、まあ我々もコージュラ、はい、X パックっていう言葉を言ってしまっておりますけども、はい、これが一体どういったものかっていうところですね。はい、これがですね、あのディメンションポリエントっていうアメリカの会社の生地になりまして、はい、まあ、基本的にセールヨットのセールの生地になるんですけど、はい、X 状のその繊維をですね挟み込んでラミネートして仕上がってる生地になります、はい、でその表面はコージュラ、うん、はい、が使われています。この生地がですね、はい、摩擦防水、はい、あと引き裂きですね、はい、に非常に強いタフな生地になってます。はい、はい、まあ、その X パック、まあ、コージュラもどっちもそうですけど、それをまあ組み合わせて使われてるっていう形のバック素材を採用ということですね。はい、消臭ネーム、消臭効果のある、そうですね、あのバックパックにもつけてるものと一緒なんですけれども、はい、こちらですね、はい、これ、まあ、ブレイクのロゴ入ってますけど、これがそのアンモニア臭とか、はい、そういったものを、軽減する成分の入ったオリネームになってますんで、はい、あの汚れたものとかそういったものはこちら側の部屋に入れていただけると、はい、防臭効果があります。あと、まあ、今僕がさらっと開け閉めしている時の、はい、このジッパープラですね、はいはい、つまみやすい大型のものを使ってます。はいはい、結構こう、ね、大きく開けていくわけですから、まあ、こういうところつかみやすいっていうのが大事です、はい、まあ、冬場とか の, あのグローブとかしてる状態でも、はい、まあ、使いやすいという形ですね、はいはい、名前的にはボストンバッグっていう名前ですけど、ちょっと背負えるっていう形なんですね、はい、そうなんです、はい、まあ、背負うときはですね、まあ、このバックルはまあ止めていただいて、今このようにして背負っていただくといいんですけど、で背負った際はここをちょっと絞っていただいて、バッグをなるべくこの体に寄せていただくと、その揺れが防止されて、はい、非常に背負い心地が良くなるかなと思います、はい、握りやすいサイド補助ハンドル付きっていうサイド補助ハンドル、はい、こちらですね、まあ、電車とか乗っていただく際にですね、まあ、縦に荷物持つ場合が多いかと思うんですけど、はい、そういった時にこのちょっとこうやって持っていただくのに非常に便利。あとは4箇所のコンプレッションベルですね、はい、で、まあ、これサイドにちょっとテープが4箇所走ってるんですけど、はい、まあ、中の容量のサイズによってですね、これを絞っていただくことによって中の荷物の揺れですね、それをあの軽減できるような作りになってますんで、はい、の持ったり背負ったりするときに非常に担ぎやすくできる、はい、ベルトになってます、はい、あとこの余ったテープを固定する、まあ、クリップパーツが、はい、そうですね、はい、ちょっとこれ大きめのがあるんですね、はい、もその、まあ、テープが踊ってしまうので、それをこう止められるようにプラスチックのパーツがついてます。クッション性があり、ガジェット類の収納でしたフラットポケット、はい、こちらですね、今ちょっとラケット入っておりますけども、左右ポケットがついてます、はい、で片側はちょっとしたそのタブレットですとか、うん、そういったものとかも収納できるような感じで、片側はその蓋付きのポケットになってますね、はい、で両方ともそのクッションが入ってますんで、はい、ある程度その大事なものというか電子機器などの収納も可能という感じになってます、うん、はい、フロントには、2分割のポケットですね、こちらですね、はい、2つに分かれてポケットがついてて、はい、保冷になってるんですね。そうなんですよ、はい、で保冷になってて、さらにそのベタポケットというか、うん、ぺったんこのポケットに見えるんですけど、はい、この内側にマチを取ってるんで結構広いというか、だいぶ大きい、深く取れますよね、はい、これで、はいはい、でまあ片側にその凍ったものドリンク関係入れていただいて、うん、靴なんかもこちら側は入るサイズになってますので、広い方だとそうですね、結構広いので、はい、
あの汚れた靴なんか入れていただいても非常にこの保冷素材って拭き取りやすい生地になってますんで、はい、あの汚れ物を入れていただいても拭き取りやすくなってます、はいはい。まあ、メインのこのツールーム構造になっているこの収納の部分で、はい、独立ですもんねこれね。そうですね、2つに分かれて仕切られてる、まあ、このバッグの大きな特徴なんですけども、はい、一応の独立したツールームのバッグになってるんですけど、はい、この中のこの仕切りですね、可動式という表現ですね。可動式、そうですね、ちょっとこう動か自由に動かせて、かなりちょっとこう余裕、はい、横にマチを取りやすい感じの、マチがついてるんで、はい、まあ、通常ツールームっていうとこのバッグに対して半分半分の容量の部屋が2つっていう形になってしまうんですけど、はい、まあ、そうなると大きいものとか入れられないっていう問題が出てくるんで、そういった問題を解消するためにこの2つの部屋でもこれ1個分の容量を活用できるサイズにそれぞれ調整が可能な仕切りになってます。はい、はい、このだから真ん中の仕切りがちょっとこう間違あるっていうので、はい、まあ、よりもうフルにこの収納の容量を使いやすいように、はいはい、作られてます、はい、ネームカードホルダー部分に資料をご紹介ですけど、はい、これ僕まあマジックテープに一つなってるんですね。そうですね、これまあ別売りになっちゃうんですけども、そのウィンドウワッペン、はい、っていうものがありまして、それをこうベルクロでこうぴったり表にくっつけていただけるような仕様になってます、はい、でこちらめくっていただけると個人の名前とか、はい、そういったものを収納できるようなポケットがついてますので、ここに、まあ、チームなんかでここはワッペン入れていた作って入れていただいて、うん、そうですね、はいはい、こっちには内側には個人の名前入れていただくとか、はいはい、ゼッケン入れていただくとか、いろいろ使い方がまたありますね。はい、このモーダー部分もよくよく見るとヒドロックって書いてあるんですね。あのここもマグネットバックルになってまして、これもまあヒドロックのマグネットパーツ使ってます。はい、ですね、このショルダーストラップの部分、はい、ベルトの部分にアイウェアホルダーですね、はい、ちょうどこの部分ですねにあのメガネ引っ掛けられるようなループがついております。キャップクリップ、はい、これもそうついてますね。そうですね、はい、ニューエラさんとコラボのキャップクリップが1個に1つついてます。もともとこのサイズ感がすごい使いやすい、はい、試合に行ったりする方もそうですし、はい、まあ、結構その、まね、自分でこう練習に行くときにもちょうどいいサイズ感ってやっぱり言われて、結構、ね、はい、お迎え求めいただいている方が実際多かったんですけど、はい、やっぱそれをよりこう、まあ、おしゃれにっていうところも一つですし、はい、より、まあ、強い素材 で、 そうです、ね、作っていただいたこの X バックのタイプの、はい、まあ、ボストンバックのミディアムで、はいはいはい、まあ、こちらも数にかなり限りがあるということ で、はい、そうですね、数量限定になります、はいはい、数数量限定で一応ご案内という形になりますので、はい、結構そのボストンバックミディアムもなくなってから結構お問い合わせも結構多かったりするので、はいはい、あのまあこの機会に、お早めに、はいはい、ご検討いただければよろしくお願いいたします。こちらも一緒、バックパックと一緒、12月7日の発売になります。はい、12月7日は土曜日で大安でございますので、はいはい、皆様ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。